ヨーナピです。久しぶりです。ハッピーハロウィーン、イエーイ。もうすぐハロウィーンですね。皆さんハロウィーンは今年は何をしますか？ヨーナピちゃんは緩めるまでね、10月18日にハロウィーンイベントをやったので、それの仮装をしたと思います。今回は見えるかな、これ、魔法使いの帽子。これは100均で買いましたか。じゃん、ハロウィン気分を楽しんでいます。シャキー。こちらのワンピースは以前作ったヨーナピオリジナルのプリントがされているワンピースになっています。本当は販売予定だったんだけど、ちょっとね、時期が合わず販売できずに終わってしまったアイテムになってるんですけど、こういうのね、また作りたいな。じゃじゃん、かぼちゃ。ハロウィンソング的なものも作りたいですね、いつか。で、なんで今日はこんな格好しているかと言いますと、ヨナピちゃんはね、今通販をやっているんですけど、通販の方でチキくじとかをね、最近販売していて、そのハロウィンバージョンチェキを撮影したいと思いまーす。そうなんです。だからこれからこの格好でね、チェキを撮影したいと思います。その撮影したチェキをデコチャタになななりして販売したいと思いまーす。わー、こちらは早く買っていただければハロウィンまでにお届けできるようにしたいなと思っておりますので、ぜひお早めのご購入をお願いいたします。そしたらみんなね、ハロウィン当日にハッピーハロウィンって言ってヨナピちゃんのチェキと一緒にね、写真を撮ったりとかもできるんじゃないかなと思っています。お家にいながら、会えないながらも一緒に2020年のハロウィンを楽しめたらいいなと思っています。ドドドドドドン。そしてハロウィンが終わったら12月25日、もうすぐクリスマスですね。12月25日には恵比寿の方で会えるイベントを夜8時頃から予定しておりますので、ぜひね、お時間ある方は予定を空けといてくれたら嬉しいです。あとは11月28日にヨーナピちゃんソロで、ライブイベントの方を企画しております。ぜひ会いに来てくれたら嬉しいです。ではチェキを撮っていきたいと思います。タイマーで撮影します。10秒もあるの、映ってるかな。こっちがいい感じかな。どうでしょう。悪くないですね。こんな感じで、ちょっとまだちゃんと出てきてないですけど、こんな感じでいいチェキが取れてます。こちら通販に載せますので、この動画をねアップする頃には販売開始していると思います。ぜひチェックしてください。お楽しみに。はい、それとですね、ヨーナピープルというヨーナピ公式ファンコミュニティというのがあるんですけれども、そのサービスの中でスクラッチくじって言ってね、ガチャガチャみたいなのがあります。くじを引くと画像が当たったり、なんかそういうのがあるんですけど、今回ハロウィン期間ということでハロウィンスクラッチくじを出そうと思っております。イエーイ。なのでぜひこの機会にヨーナピ公式ファンコミュニティ、ヨーナピープルへの入会お待ちしています。月額500円からです。結構頻繁にね、チャットにも参加しているし、ツイッターとかよりもね、身近に感じられる感じになっておりますので、配信もちょくちょくやっております。ぜひ加入してください。ヨーナピープルお待ちしております。